村さんは今年72歳。9歳で孤児になり、施設に入ったり、放浪を重ねたりした上、終戦を迎えました。その後、戦争孤児の施設で働き、こうした体験をもとに、お菓子放浪記、笑わない青春の木など、平和と子供をテーマにした作品を書き続けておられます。今日のお話は、おととし平成7年の5月、静岡市民文化会館で西村さんが講演された私が出会った神様たち人生という教室で、そのパート2からお聞きをいただきます。いきなりこんなことじゃないんですが、僕は誕生日が2つあります。2つあると思ってます。1つは戸籍上の誕生日は4月7日でございます。4月7日、でこれはね、偶然と申しますか、僕の母、6歳で亡くなりました僕の母の命日と同じなんですね。ですから僕は忘れませんね。6歳、6年間という親子の本当に短い縁でしたけれども、やっぱり僕の誕生日に亡くなったということは、このような縁は短いけど、ずっと僕に忘れさせないように言ってるわけですよね。そうでしょう。自分の誕生日が母の命日ってのは忘れませんもん。申し訳ないけども、父の免除は時々忘れてますけどね。しかし母の免除は忘れようとしても忘れられない。だからこれ短い縁だったことを、そういうところでちょっとね、深く縁を作っていってくれたかなと僕は思います。で、この母が僕は大好きな母で、この母の話もちょっと後でできると思いますが、つまり4月7日が僕の本当の誕生日、戸籍上。もう一つの誕生日があるんです。これは3月10日なんです。3月10日というと何かピンときませんでしょうか。3月10日。これは東京大空襲ですね。東京大空襲ありましたね。一晩に13万とか12万とか13万って書いてますが、全くなりましたね。その晩にですね、これなぜそこにいたかということを説明すると長くなりますからカットしますけども、訳があって、東京浅草に住んでいない僕が、普段は世田谷にいたのに、その晩だけなぜか浅草行って泊まるということがあったんです。そして9日の深夜から10日の朝にかけての間の大空襲に遭遇したわけです。もうダメだと思いました。もう本当にこのまま焼けてね、焼かれて死ぬよりは下噛んだ方がいいと思って、下も本当に噛んでみましたけども、心得がないから噛み切れないんですよね。で、痛いからやっぱり加減してるんですかね、自分でも。まあ、閉めなかったんですが、そのような思いをします。そしてまあ明け方になりました。ちょっともう皆さんも写真とかお話でご存知かもわからないけども、うわ一面の、この間阪神のね、大震災をテレビ見た時にすぐ思い出したのはこれでしたね。みんな思い出したらしいですね、東京大空襲の時はね。あ、本当ああいう惨状だった。阪神はまあ地震も困りますけども、あれはまあ自然の、戦争は人の意思です。殺そうと思ってくるわけです。怖いですね。震災はあんな大きなのがあれば、まあ、私は悪くはまあないと思いますよ。なんとか戦争毎晩なんで、毎晩空襲なんですからね。まあそんな時代だったわけですが、朝明け方、その焼け跡を僕はなんか自分が助かったっていうことも実感がないままに、ふらふら歩いていたんですね。なんかつまずいたなと思ったね、焼けぼっくりにつまずいたなと思って見ると、焼けぼっくりではない、これは人の形をした焼けぼっくりだ。それがもうザーッとあるわけですよ。ですからなんかね、ポーッとしましたね。半分でフラフラ歩いておりましたらね、あるところに来ましたら人がたかってるんですよ。なんだろうと思って中から覗いてみますとね、一目見て僕は分かりました。っていうのは路地の突き当たりのところですね。路地の突き当たりのところに若いお母さんですね。若いお母さんが赤ちゃんですね、赤ちゃんを抱いて逃げたんでしょう。ところが突き当たりで逃げ場を失ってしまったんでしょう。そしてまあどうせ助かんないにしてもですね、この赤ちゃんだけ守ろうと思ったんでしょうね。で地面にね穴掘りましてね、これホルモンもちろんないですから、これ手で掘ったんですね。ですから口目がね剥がれて、でその穴を掘ったところで赤ちゃんを埋めるようにして、自分が蓋をして、自分の体で蓋をして、そして赤ちゃんをかばってるお母さんを見ました。みんながたかってるのはそれだったんですよ。
で、一目見て状況が分かりましたもんですから、僕は説明も何も聞かなくても分かったもんですから、あ、この母さんこうなんだって分かったもんですからね、そこで僕座っちゃいましてね、うわーあともうすごい声出して泣いたんですよ。みんなびっくりしましてね、で、なんでお前この人知ってる人かっていうか、知らない人じゃないじゃいけないのかよっていう感じでね、あんまり僕が泣き続けるもんですから、みんな呆れ返っちゃって、気がついたら誰もいなくなってました。で、僕だけそこに残されて、で、お母さんと赤ちゃん、もちろんお母さんも亡くなってましたよ。で、もう、まあ、人の思い出すのもあれですけども、まあ、こうやってなったら背中がね、もう焼けてしまう。赤ちゃんも死んでいましたけれども、お母さんのおかげで直に炎に触れてないから綺麗な綺麗な遺体でした。で、僕はこれを見た時になぜわーわー泣いたかというと、このお母さんも素晴らしいけれども俺のお母さんも素晴らしかったなと思ったのは、さっき言った母のことなんですが、僕の母は6歳で死んだと言いましたね、僕の誕生日に。なぜ死んだか、結核で死にました。父も結核でした。で、母はですね、僕はその母が結核ってこと知らなかったんですが、当時はですね、結核はね、うつる病気と言われてね、非常に恐れられたんですね。特に幼い子供にはうつりやすいというんで、で、母は僕にうつしちゃいけないというのでね、邪険にして来ないようにして邪険にして、そして僕に嫌われて、僕に恨まれて、憎まれて、そして死んでいきました。僕はそのことを知らないもんですから、死んだ時に泣いてもやりませんでした。なんとか俺が行くとすぐ追い返し、物をぶつけて追い返す恐ろしいお母さんと思ってましたから、恨んでましたから、死んでも悲しくありませんでした。で、母は僕に憎まれることを望んでいたんです。というのは、お母さんに死なれた幼い子供、お母さんの後を慕ってどんなに寂しがって泣くかもわからない、それはお母さんは優しいお母さんで一生懸命愛されたから子供は寂しがるわけですね。これが恐ろしい嫌なお母さんだったらば、死んでもあんまり悲しくないであろう。せめて自分が死んだ後、子供があんまり悲しまないようにしておいてやろうということが一つと。でも父もまだ若かったもんですから、自分が亡き後は、まあ、新しい奥さんが来るであろうと。まあ、母は予期して、本当にやっぱり来ましたけどね、起きてです。それで、その人は子供にとって義理のお母さん。早く懐いていって、可愛がらなきゃならない。死んだ親のことばかり慕ってメソメソ泣いてる子供では、せっかく来てくださった私お母さんにも懐いていけないでは愛されないから、早くその人に懐いていくためには、本当の母親なんかは恨ましておいた方がその子のためだと思ってくれたんですね。そして自分の子供に恨まれて死んでいくってことは、僕は自分が親になってみてとてもできないと思いましたが、これをやった母なんです。これは僕は知らなかったんですが、13ぐらいになってもうどう手のつけられない不良になってしまって、非行少年としてあちこち回されている時にですね、僕を救うためにね、この真相をね、わざわざ訪ねてきて話してくれた人がいましたんです。それで僕は13歳ですね、その時13歳で初めて母の気持ちを知って、それからまあ急に立派になったわけでもないけども、しかしそれまでもどうしようもない非行少年だったのが、そうかということで、そうか、俺は母に憎まれたんではないんだと、母に愛されていたんだと、こんな風な形で愛されていたんだということが分かってから、僕はまあとてもね、素直になりました。そのまま今日まで来てます。で、今も素直なおじいさんになってます本当ですよ。このことをね、このお母さんを見た時に思い出しちゃったんですよ、自分の母のこと。あ、このお母さんもすごい、どうせ助かんないと分かってるのに、自分の体で子供を炎からかばっているお母さん、俺のお母さんはね、病気をしちゃいけないということと、後から来たお母さんに早く懐いていくようにと思って、本当に辛いの我慢して、実の子に憎まれながら死んでいった母とお母さんっていうのは、なんてすごい素晴らしいんだろうと思ったんですよ。その2つが一緒になっちゃったから、うわーっと僕泣いたわけですよね。で、この焼け跡で死んでるお母さんは、まあ、大人ですから僕の力じゃどうにもなりません。でも赤ちゃんだけはこのお母さんの気持ちに対してもなんとかですね、児童相談所を持って行ってきちんとしたお葬式を出してもらいたいと思ったんですから、その赤ちゃんを抱きました。僕はお母さんに言いました、安心してくださいって。
この赤ちゃん僕が預かってちゃんとしたお葬式を出してもらうようにしますから、まあ安心して成仏してくださいって言いましてですね、これが僕は19じゃなかったですか、まだで、あの赤ちゃん抱き上げてみますと、当時今ご存知かどうか、みんなあの外で何があるかわからないから、ここに認識法というものを身につけておりまして、血液型と名前と生年月日、この赤ちゃんもつけておりました。見ますと8ヶ月なんですよ、生まれてまだ。そして名前がね、本当に胸が痛かったですね。後世って言うんです。幸せに生きるという、浮世というんでしょうかね。だかこれは幸せに生きるというのは、親がやっぱり子供の幸せを願ってつけた名前じゃないでしょうか。それなのにこの子は死んじゃって、お母さんも死んじゃってるという、まあ本当に戦争というのが本当にひどいですよ。で、僕はその赤ちゃんを連れて、あの上野のね、当時もちろん東京ですから、上野公園にテントで、伊蔵村だってもありますもんね、テントです。そこへ連れて行きましたら、そこの都の職員が腕章を巻いたやつがいまして、やつっちゃ悪いか、人がいましてね、で死んだものについてもしょうがないって言うんですよ。で僕はそこで泣いて喧嘩したこと未だに覚えてますが、しかしその職員が言うのも無理はない、なぜならば生きた子供たちもいっぱいいるんですもん。つまり親とはこの苦しみの時にはぐれた子供たちが、こんな小さな子いっぱいいるんですよ。小学生何年からはあの学童疎開でね、みんな田舎へあの苦しみを逃れて行ってますから、でも小さい子供が親と一緒に暮らしていたんですね。その親とはぐれた子供が何百人いるんです、そこに。そうすると僕が入っていくと、誰が入っていっても自分の身内が来たかと思うらしいんで、パッと顔を見て違うとわーわー泣く子もいれば、がっくりしちゃう子もいるし、もうなんか死んだ目にグターンとなってる子もいるし、本当に悲惨でしたね。それを見た時に僕はね、あのこう思ったんです。僕はあのその時19歳です。で、あのそれまで僕は先ほど申し上げたように、9歳からうちが亡くなり、親も亡くなり、まあ楽な人生じゃありませんでした。しかし人に愛情を求めてね、それから年頃になると自分みなしごだってことを売り物にしてね、女性のその土壌を買うとか、それありますよ正直言って。で、俺はみなしご、俺はみなしごってのがあったんですよ。しかし俺はもう今ここからこれを捨てようと思ったんです。なぜならば僕の両親はあの病気ですから、ちゃんと人間だし尊厳を与えられて葬式を出してもらって言ってます、僕の両親は覚えてます。しかしこの子たちは、この小さな子供たちの親は真っ黒子になって焼け死んだ親たちの子供なんですね。そういう子供たちがこれからこの悲しい記憶を胸に抱いてどうやって生きていくのかなと思った時に、もう僕は自分のことは言えないなって気がしたんです、ね、そして僕はこう思いました。僕は助かったんですからね、本当にあのね、本当に奇跡的に助かったんですから、助かった命何を使ったらいいだろうと思う。そしたらばこの子たちのために僕はみなしご、まあ、戦争では親は死んでないけども、親のない気持ちだけは僕は分かってるつもりですから、その親のない子たちのために何かお手伝いできないかなと思ったんですね。この時に僕はそれまで自分が自分がと言っていた少年が初めて、なんていうかかっこよく言えば社会性を帯びてきたというでしょうか。それで僕は3月10日がもう一つの誕生日だっていうんです、ね、人間としての誕生日。4月7日生まれた、本当にまあ肉体が生まれた誕生日ですけども、心が新しくね、これからもう一回生きていこうという誕生日は3月10日だと僕は思ってるんですよ。そして世田谷にありました幽林両語院と、幽林はある隣と、隣ありき、常人常に隣ありき、幽林両語院という世田谷があります、今もあります。そこがあの僕がちょっと前にもお世話になったところなんです。そこがですね、前はあのやっぱりあの親のない子たち、僕もそこでお世話になったことあるんですが、親のない子を面倒見るところだったんです。しかもちょっと病気の子をね、僕も父母の病気をまあもらってますから、何にも一銭もお金もらってないですよ、僕は肩身を60年もらってますよ。結核菌っていうのは僕のたった一つの形見だったんですけどね、あのそこに入ったことあるんです。ところが戦争がひどくなって、戦争孤児が出て戦争終わりますと、その幽林両語院という施設が自動的に戦争孤児、戦災孤児とも言いますが、まあ、戦争孤児の施設になりました。そこへ僕はあの行って頼みましてですね、使ってくださいと、何でもしますと、あの子供たちのおしめ、まあ、寝食にする子もいますから、おしめ替えでもいい、
何でもしますから、この子たちのために使ってくださいって言って行きました。そしたらここの院長が大変立派な、まあ死にましたけど僕の第二の父親だと思ってますが、大変僕にとってはいい先生で院長で、そうかお前は学歴はないと、こういうところで働くにも一応の学歴がいるんだと、しかしお前は自分が今日までみんな仕事して生きてきた経験そのものが学歴だと思えばいいから働けって、その日からそこで働かせてもらったんです。一生懸命やりました。男ですからましては若いですから、まあ、ろくなことはできませんでしたが、しかしみんなお母さんを慕っている子供たちばかり、僕も母がねああいうことでしたから、まあ母親の代わりはできないけども母親にでも慣れたらという気持ちでいろんなことしてね、一緒にもう本当に先生なんてもんじゃないですね、一緒に寝起きしてしらみを取りっこしたり、しらみがいましたからしらみを取りっこしたりねして何年間か暮らしました。で今日お話したいのはここで出会った少年の話をどうしても今日はしたい、実はこのことはどうしても本にしたい、僕は去年の秋にも本になってますし来月も実は新刊が出るんですけども、この僕の書きたいものだけどどこも出してくれないんですよ。まだこれからお話する話なんです。なんとか出してほしい、これが出したら死んでもいいと思ってるんですけども、なかなか出してくれないというのはやはり戦争が遠くなってるんですね。出版社がねそんなものは地味だとか戦争のもう戦争で、今年は戦もう50周年でしょ。僕はね50周年に関わりない、51年だと52年だろうと僕は語り続けていきますけどね、しかしやっぱり本にしやすい年ですね今年は。だからそれ一生懸命ねこの間からやってるんですがね、一番出した本が出してもらえないっていう悲しみが今あるんです。ですからここでお話しすることで少し分話をしたい。親のない子がいっぱいそこに収容されておりました、たくさんおりました。これは何かに書きましたけどね、お母さんと別れたですね、空襲の時に一緒に逃げていたいる時にはぐれちゃった子がたくさんいるんですね。お母さんの遺体は見てないんだけども、まあ出てこないから死んでしまったんだろう。親が生きてれば親の方から探してくれますよ。お宅様にうちの子供がお世話になっていませんでしょうか。そしてめでたく再会した親子もありましたからね。しかし全然出てこない。1年経ち2年経ち出てこないってことは、そのお母さんたちはきっと死んだに違いない。これはですね、僕はこの目で見てますけどね。その3月10日の明け方に見てますけどね。もう身元不明の死体はね困っちゃってね、で軍隊のトラックが来ましてね、身元不明の死体はみんなトラックに積みましてね、一箇所に集めましてね、ゴミのように山のようにそこにねガソリンぶっかけてね、そして処分してるのを僕は見ました。だからこのお母さんが出てこない子供たち、そのお母さんたちもきっとどこかでということなんですね。ところがだんだんでお母さん出てこないとだんだん諦める子も出てくるんですよ。でこれはねともちゃんっていう子なんですが、名前も覚えてますが、ともちゃんっていう子はね、お母さんどっかで死んだんだろうけれどもお墓もないのはかわいそうだって言って、そしてお墓を作りました。どんなお墓を作ったかっていうと、この施設の板塀を剥がしてのこぎりでゴシゴシ切りますと、ちょうどボロボロになっちゃって外板みたいなんですね切り口が下手だからこんなになってますね、外板みたい。それにお母さんの戒名を自分で考えて書いて、そしてこの施設の庭に突き刺して、このともちゃんのつけた戒名はどんな戒名でしょうか。のり巻き神女と言うんです。のり巻き神女ということは、このお母さんはのり巻きを作るのがとても得意だったらしいですね。運動会遠足いつも作ってくれたんじゃないでしょうか。その思い出がそういう戒名になっているわけです。そうしますとね、それを見た他の子供たちもね、自分も自分もと言ってね、板で引っ張らせてきてね、自分の別れたままのお母さんの、なぜお父さん出てこないんでしょうね。お父さんつまんないですね。みんなお母さんでしたね。お母さん今ね、みんなそのお母さんのイメージにふさわしいね、ガミガミ神女とかですね、きっとそのお母さんだってない。だから太ったお母さんとお母さんのような会話を作って、ばー。もう庭いっぱいのちょうど墓地みたいなやつだ、その庭が。それでもね、僕たちは叱ることはできませんでした。板を引っ張らされて困るんだけども、これを叱ることはできませんでしたね。ともちゃんという子はね、お母さんのお墓を作った後ね、とにかく
皆さんご存知かどうか、戦後何年間は食糧なんで食べるものもろくにないんですよ。米の血杯血杯でね、みんなもおかゆみたいな、おかゆならいいんだけど、おかゆの中にいろんなもの入れ突っ込んでも、本当になんか今考えても変なもの食わしてました。それでもともちゃんはね、その出たものをですね、必ずね、最初に少し取っておくんですよ。これはよくわかるんですが、その手を口をつけちゃうと、もうお腹空いてるから全部最後まで食べちゃうから、最初に取っておくんです。葉っぱを蒸してきて、その葉っぱで船をこしらえて、で結局ご飯じゃないから硬いもんじゃないから、おじやのもっともっともっと緩いものですからね、流れちゃうでしょ。だからその葉っぱで作った船の中に少し取っておいて、そしてまあそれだから取っておくのも大変だったでしょうね。お腹空かしてるのにね、どんなに我慢して取っておいたんでしょうね。それ取っておいたのはですね、その自分が作ったお墓持っていきまして、拝んでる子でした。そういう子がたくさんいました。でもね、僕はね、ともちゃんもつらかったですけど、もっとつらい子がいたんですよ。お墓を作らない子がいたんです。お墓を作らない子がいたんです。これは名前も言ってもいいでしょう。本名はアキラって言いまして、僕たちはアーボーアーボーと呼んでいました。当時8歳、6歳の時に上野の、上野駅の地下でもう餓死寸前のところを助けられて、ここへこの施設に送られてきた子なんです。そして2年間かかって、本当に病気でもってもう死ぬかと思った子なんですが、一生懸命みんなでね、お医者さんもいましたから、一生懸命やって元気にしました。これが8歳。この間お母さん出てきません。やっぱりそのお母さんだってどっかで死んでるに違いない。2年間出てこないってことは絶対死んでるんですよね。ところがこれアキラ君はそうは思わなかったらしいですね。元気になりますとね、そっちをこのトンズラと言いましてね、これは不調なんですが、脱走ということなんです。トンズラと言うんです。そっちをトンズラするんです。僕も昔ね、随分トンズラした子でしたけどもね、もう僕以上だったかな、1週間に1回もう定期的にトンズラすると。そのアキラはトンズラをしても行く先が決まってましたから、すぐ捕まえることができました。というのは、そのアキラも6歳の時に浅草の空襲でお母さんと手をつないでバーッと逃げている間に、なんか混雑に巻き込まれてしまって、手がどっかで離れてしまったらしいんですね。で、アキラはどこ行くかっていうと、お母さんと手を離して別れたのは隅田川、こととい橋という橋がありまして、その橋のたもとでお母さんと別れちゃったんですね。ですから彼がトンズラをしていくところはそこなんです。浅草まで行くんです。世田谷の奥の方ですよ。その施設は世田谷の本当に奥の方ですから、遠い距離ですよ。浅草まで逃げていくんです。遠いといっても乗り物で行けば行けるんですけど、なぜかわいそうだったかというと、歩いていくんですよ。歩いていくんですよ。必ず歩いていくんです。ですからまあ向こうで警察に捕まって電話がかかってくると引き取りに行くとかあったんですけどもね、もう困ってしまいましてね。で目的は分かっているもんですから、なぜ行くかっていうことは分かったもんですから、もうやたら叱るわけにいかない。小坊さんが面白いこと言いましてね、そろそろやりそうよと。でも落ち着かないがやりそう、でもしょうがないからポケットにね、お金少し入れといてやるかしらって変なことっていうおばさん。そしたらまあバスとか電車に乗っていけるからと。でも一人だけそんなことできませんね。他にもそういう子がいっぱいいるんだから。でね、僕も何回も迎えに行きました。だからある日ね、僕はたまりかねてね、アキラに言ったんですよ。こんなこと言ったんですね。指導医が言うべき言葉じゃなかったですね。なぜならば、脱走するのはアキラだけではない。他の少年もよく逃げましたけれども、必ず近所で何かやりまして、やってそれを売って電車賃ぐらいこしらえて逃げる子ばっかりなんです。僕はね、あの子たちのしたことを今の子供たちの非行とは一緒にしたくないです。ちょっと違うと僕は思ってますがね。だってそうでしょ、こんな小さな子をね、家を焼いてね、親を殺してですよ、大人たちが、国家が殺してですよ、
お前たちどうして勝手に生きていけと同じですよ。と何したっていいんじゃないかって僕はもう腹を立ててるんですけども、アキラはしないんですよ。何にも悪いことしないでいくから歩くしかないんですよ。つくたさんからね、甲州街道出ましてね、新宿へ出て、それからテクテク行くんですけど、僕は一回試しにね、歩いてみました。どのぐらい大変だろうと思って歩いてみました。僕は新宿まで行っても、しかも食料がない時ですから、お腹が空いてる体ですよ。栄養失調ですよ。そういう子供がね、半日以上、いや、道を間違えると一日ぐらいかかったようですが、行くんですから。執念ですね、これは。これは、彼の考えでは、隅田川の言葉橋のたもとに行ったらば、あの日別れたお母さんといつかは会えるんじゃないかという子供の夢だったようですね。で、僕はある時たまに帰って何を言ったかというと、お前なぜお前はこれをやらないんだと言われて言わんばかりのこと言ったんですよ、ね、お前これやれば何か悪いことすればあんなところをね、水だけ飲んでね、食べ物もないのにお腹空かせてあんな遠いところテレビ行かなかったバスだって電車だってあるんじゃないか、ちょっと悪いことすればちょっとお金作れば途中で闇のパンでも買っていけるじゃないか、なぜお前はしないんだと仕事言わんばかりのことを、やっぱ一度指導者ですから、僕も指導者としては言っちゃいけないことを言いました。この時の彼の答えが参りましたね。なんて言ったと思います？不思議そうな顔しましてね、僕の顔を見上げて、え、だって俺がそんな悪いことして泥棒になってたら、せっかくお母ちゃんに巡り会ってもお母ちゃん喜ばない、お母ちゃんは泣くかもわかんないよと言われた時には、もう院長も僕も保母さんもみんな床に座って頭下げて謝りました。つまり僕たちは大人の常識で2年間別れた母親が出てこないことは死んでるんだから、彼は戦争孤児、孤児だと思って孤児として扱ってる、孤児、彼はそうじゃないです、それはそうですよ、お母さんの遺体を確かめたわけでもないのにですね、勝手に孤児にされちゃたまらないでしょうね。だから彼はお母さんのために、お母さんのために悪いことをしないから、あんな遠いところを歩かなきゃならなかったわけですよ。僕はこの時にね、まあ戦争っていうのは僕は憎んでいました、ひどいもんだと思ってまして、この時ほど戦争を憎んだことありません。こんな子供にね、こんな目をさせるということで、みんな謝ったんです、彼にね、謝ったんですが、しかし彼のトンズラはまだまだ続きます。で、今度はアキラはいないよ、いなくなったよ、それはまあ、目を光らせていれば防止できるんだけども、みんな手が足りないし、だからみんな忙しいですから、ちょっと油断をしている間にね、逃げられちゃうんですよ。逃げちゃ大変だと、逃がしたくない、逃げるとあの子はまたあの遠い道のりを歩いていかなきゃならないんだから、捕まえなきゃいけない。僕が一番若かったもんですから、院長が、西村お前追いかけてこい、追いかけてこいってどこ行っていいか分かんないですよ。駅行っているわけないでしょ、電車乗らないんですから、バス停に立っていませんね、バスに乗らないんだから、歩いていくんですから、向こうもね、たびたびのことですからね、やっぱりそこ考えてね、コースをちょっと変えていくわけですよね。捕まんなかった、ああダメでしたと僕は帰ってくる。しかし行くとこは分かってるんだ、隅田川のほととい橋のたもと分かってるんだ。で、僕はそれから何時間も何時間も時間を計って、僕はゆっくりと後から、僕はバスに乗って電車に乗って行きます。おかしいですね。そこへ着きますとね、本当におかしいんですが、追っかけていった僕が先に着いちゃったんです。これまだ来てないで、僕は物陰に隠れて彼が来るのを待ってるわけですよ。で、保母さんがこれを食べさせてあげてくださいと、なけなしのお米で作ったこんな小さなおむすびを2つばかり持っていて待ってます。そうするとやがてアキラが現れますね。栄養失調の子供っていうのは頭がでかくてね、本当細くて頭ばかりでかいでしょ、そういう子なんですよ。本当その頭の重さでね、重さに耐えかねてるようにね、こうやってフラフラしてやっと、まあ、歩いてきたわけですね、世田谷から。そしてやっとたどり着いて、この川べりに腰掛けて、当時の隅田川の土手は本当に閑散としてますが、今と違いますか、今は賑やかですよ、ビルも立って、昔は本当に寂しいところでした。そこへね、
彼が腰掛けて何をしてるかっていうと、石をポーンポンと投げてるだけなんです。こうやってればあの晩別れたお母さんが後ろから肩を叩いてくれると信じきっているかのようにですね、そこで石を投げているのを僕は物陰から見てるんですが、まあせっかくあんな思いをしてきたんだからすぐ捕まえちゃうかわいそうだ、少しまあ自由にしておいてやろうと思って30分は、まあ、僕も彼から 見ておりまして、でそろそろもう帰んなきゃ、後ろへ回ってポンと肩を叩いて、アキラもう気が済んだかい、じゃあ先生と一緒に帰ろうって言いますと、普通だったら捕まえられるんですから抵抗するとかね、ちょっと睨むとかあるわけですが、そうじゃないんですよ。彼はね、毎回ですからね、もうまたかっていう感じでね、もう照れくさそうに笑いながら立ち上がって僕と手をつないで素直に帰ってきてくれました。あの隅田の土手、だいたいまあ彼が午前中逃げて僕があの何時間もかけて迎えに行って帰る頃にはだいたい黄昏頃になってましたから、夕焼けがね出てるのをよく見ました。とまあ二人で歌う歌もないもんですから、二人してねあの夕焼け小焼け歌いながらね、あのしょっちゅう帰ってきてました。夕焼け小焼けという歌は皆さんもご存知のように本当に綺麗な子供を愛した人が作った歌ではないか、それなのにこんな美しい歌が日本にあるのに、どうして今の日本の子供たちはこんなに不幸せなんだろう。思いながら、アキラの手を本当に栄養失調で薄い薄い手をつかみながら土手を歩きながら、僕はその時作家になれたと思ったんですよ。それまで僕はね、さっき申し上げたようにね、小学校4年生ぐらいでね、文学の勉強をちゃんとしたわけじゃないしね、作家になると夢にも思いませんでした。書くことは好きでした、好きでしたけども、まさか作家になるとは思わなかった。しかしこのアキラの手を掴んで歩きながら決心をしました。この子のことを書ける作家になろう。これから歳月が経てば戦争も忘れられていくし、こんな子供がいたことも誰も知らなくなってしまうんだから、なんとかして書いておこうと思ったんですよ。それで僕は作家になったんですよ。それなのにまだ書けないでしょ、さっき言ったように。だから僕はね、今悔しいんですよ。アキラに申し訳ないんですよ。アキラにも誓ったんですから、お前のことはきっと書け、まだ書けない、出版社が買ってくれない、まあこれが僕の才能の不足もあるかもわかりませんけれども、僕は本当に今その代わりに皆さんにお話をして、そういう子がいたことを皆さんに知っていただきたいと思って今お話をします。あのそんな検証をしたためにひどい目に遭いました。戦争孤児ばっかり書く作家なんて売れませんから、貧乏作家ですから、全部苦労しました。それでね、あの年月が経ちます。そしてその施設は国営に変わりました。国営になりますと、今までは院長が個人的に僕を、ね、自由に使えたのに、国営になりますと、これはアメリカの方の命令なんですが、国営でこのその先生を指導員をするためには福祉大学という大学を出てなきゃならないんです。僕は小学校4年生でしょ、4年生中退でしょ、ダメですね、これなんですね。それでまあ一生懸命可愛がった子供たちとも引き裂かれて、巷へまた出て、また戦後放浪が始まります。そして僕はあの歌う歌いになったりですね、歌が好きなもんですから、あのして流しをやったりして、まあその間に一生懸命、まあ暇があれば書いていました。アキラ君のことやその他のいろんな少年のことを書いていました。随分かかりましたね。で僕は静岡ですが、僕はもう30年以上前に沼津に東京から引っ越してきました。で僕の友達にはまあ名前は言いませんけども、非常に無名時代からの友達で今も立派な作家になっている人います。亡くなった人もいますけども、中にはもう本当にいわゆる官能小説というと聞こえないですけども、簡単に言ってエロ小説ですね、それを書いてもううわーっと流行作家になって死んだ友達もいます。僕は友達です、一緒に勉強した人です、頭に蚊がつく人です。あとは言いませんけどもね、頭に蚊がつきます。僕は羨ましくて、
やっぱり僕貧乏してましたから、やっぱり人間ですから、お金をいらない人間じゃないんですからね。だから、ああ戦争にばかり書いてちゃいつまたって芥川賞もらえない、直木賞ももらえない、本はあんまり売れない。でも僕は頑張ってたんですね。頑張ってましたけど、やっぱ時々負けそうになりましてね、あ俺もじゃあ彼みたいにああいう小説を書ければ売れるかなんて、時々ちょっと負けそうになりました。そんな時に僕をね、ピシッと引っ叩く人がいました。引っ叩く人、人じゃないな、音楽ですね。ご存知かどうか分かりませんが、沼津はですね、夕方ね、必ずね、街で流す音楽がね、夕焼け小焼けだったんです。今もきっとそうでしょうね。ちょっとね、僕は偶然なんですけどね、なんか沼津来てね、ああこれダメだ、なん方向転換しようかなって気持ちが弱くなっている時にですね、毎晩なるんですから、夜で子役が健康になるんですから、そうするとやっぱりね、お前それでいいのかって言われちゃうんです。秋葉に言われてるような気がするんですよ。それでいいのか、あ、これいけないと思って、また少しちゃんとして、あの戦争孤児の話を書く。いまだにおかしいんですけどね、沼津に引っ越してきましてね、あの沼津の街を歩いていましたらね、あの夕方になるとなるんですけどね、夕焼け小焼けが、あの交差点を渡ってました、横断歩道。そうしましたら、その時全然心の用意がなかったもんですから、渡ってる時にね、夕焼け小焼けのメロディーが鳴るんですよ。そうしますと足が止まっちゃいましてね、ほいで涙がパーッと途端に出てくるんです。もう随分昔の話でしょ、アキラのことは。それなのにね、ここにもうね、アキラがいるんですよ。あの土手を手をつないで歩いたアキラ、8歳のアキラがもういるんです、ここに。そうするともう横断歩道で立ち止まって、ふわーっと涙が出てきますと、急に立ち止まったもんだから、後ろから来た人がぶつかっちゃうんです、僕の背中に。怒られるんですよ。なんで今日立ち止まってって言って、僕がすいませんって振り向くと、涙がいっぱい出てるもんですから、いやそんな怒ったわけじゃありません。なんで向こうはびっくりしてね、そんなようなあれでした。ですから、夕焼け小焼けというのは僕の思い出というか、つまり子供と平和、平和と子供のことを願う歌のようになってしまいましたね。で、あのこの話をあるところでしましたら、本当に嬉しかったですね。同じ世代の人でもね、戦争を忘れてる人いっぱいいますのにね、小学校2年生の男の子がね、手紙をくれましてね、そしてこの便箋がなんか濡れてるようなということは、きっと泣きながら書いたんだ。西村先生、その明さんという人は今どこにどうしているんでしょうかという手紙が来た。僕は分からないんです、残念ながら。というのは、さっき申し上げたように国営になってクビになりましたから、それきりみんなに別れたままなんですよ。どうしていくでしょうね。いい年ですね、もうもう全そんなにすごいいい年だと思いますよ。でも僕はね、この小学校2年生の男の子にお返事を書いたのは、でもね、今は分かりませんけれども、お母さんと会った時にお母さんを悲しましちゃいけないと思って、あの遠い道を食べないで歩いてテク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 行った明君のことですから、あれからこの人生をやっぱり一生懸命テクテク歩き続けてですね、そして今どういうお父さんになってるか、おじいちゃんになってるか分からないね、もきっと息子に、いや娘からあの孫たちに平和というものの大切さを一生懸命伝えてくれる人になっていると思いますよと、僕はあのその小学生にお返事を書いたことがあります。お話はそれだけです。戦後50周年、僕はずっと50周年に限らず今まで戦争と子供、平和と子供のことだけを書き続けてきた。そのためにあんまり金持ちにもなれなかった。作家というのは作る家と書きますのに、自分の家もなく、借家ですから、僕は作家でなく借家だなんて言ってるんですが、あのそれでもいいんです。自分のやりたいこと、しなきゃならないことが人間にあるわけです。だから頑張って。ですから私の出会った神様たちと申しましたけども、パート1の時には僕に2つの菓子パンを買ってくれた刑事さんとの出会いが僕をいろいろの心を豊かにしてくれ、そのもの生き方を変えたぐらいの人でした。さっき申し上げた僕の母も神様です。なので愛というものはどういうものか、そういう愛し方、僕は母も神様だと思っています。神様から生まれた僕です。ですから神様にはなれないけど、しかし神様に近いどこまで一生懸命生きたいなと僕は思っています。
アキラ君も神様です。戦争孤児はみんな神様です。なぜならば僕に平和の大切さを教えてくれたから、そして戦争孤児を各作家にしてくれたから。青春時代は僕は戦争孤児との出会いがなかったら、あの戦後のなんか混沌とした時代、もう無目的な青春ですね、僕の同じ世代の青年たちがどんどん堕落したり悪いことしたりして落ちていきましたね。しかし僕は本当に環境が良くないのに、良くない環境にいたのにそうならなかったということは戦争孤児との出会いです。あのよくね、西村さんは戦争孤児のためにという人いますが、とんでもないことです。僕が戦争孤児たちに生かされているんです。自分の生きる目的も与えられているんです。で今日こうしてこんなところで晴れがましいところに来まして、僕の小さな体験ですけどもお話をできるというのもアキラのおかげじゃないでしょうか。戦争孤児たちのおかげじゃないでしょうか。しまいに僕は戦争孤児たちのことを書いて文学賞までもらってるんですよ。本当に僕はもらっちゃ本当に申し訳ないことですがね。ですから僕は今日の神様はアキラという少年でございました。あのどうかお心に留めていただいて、まあ、いろんなことがありますが、あの戦争でも何でも子供の視点子供の視点で見れば戦争の理由なんか関係ないです。子供の視点でものを見てくれたら戦争起きるわけないです。だって子供は戦争を起こすわけないんですもん。政治だなんだうるさいこと言うわけないんですもん。そして戦争によって一番ひどい目に遭うのは子供ですもんね。ですから私たちは子供の視点から戦争を見ていきたい。そしたらどんな理屈を言ったって、ね、通りません。そんなことは子供から見たらね、どんな政治家がね、戦争の好きなやつらがね、何だと通りません。子供の目から見ましょう。そしたら僕たちはきちっとして自分の態度が取れると思います。僕は決して政治家じゃないですよ、政治家はありませんけどね、人間として、素朴な人間として戦争を憎みます。平和を大事にできるような人にお互いになっていきたいと思います。これも人生の学校で学んだことじゃないでしょうか。戦争ということは平和を学ばせてくれたやっぱり人生の学校だと僕は思いますので、この話はこれでおしまいにしますけども、ありがとうございました。私が出会った神様たち、人生という教室でパート2。お話は静岡にお住まいの作家西村茂さんでした。